私はローマ、ロムルスの意志を継ぐ者なり。指揮官、海を守りし者、母校の指導者、望まれる我らがリーダー。あなたをどう呼べばいいですか？戦艦ローマです。かの大戦では、我が意向を世に知らしめる機会に恵まれませんでした。故に、再びの機会をくれた指揮官には、借りができました。私への貸しは、ローマへの貸し。ローマもそのご恩を、しっかりお返ししましょう。時間を無駄に費やしていますよ、指揮官。ベネトネーのお風呂に入りながら話し合おう会は実にいい発想です。一糸まとわぬ姿だと自然と心の警戒も緩み、秘密を口から滑らせてしまうお風呂気持ちいいですからね。母校の一番高いところから俯瞰で見渡したことはありますか？まだないなら一度ぜひ見てみてください。敵との交渉？時間の無駄は好みませんが、宣戦布告書なら喜んでしたためましょう。ローマは危険を恐れません。なぜならローマは危険よりも恐ろしいのですから。ローマに望みがあるのですか？貢ぎ物を捧げるといいですよ。指揮官、ローマの魅力に征服されたか否か、恥ずかしがる必要はありません。わかっていますよ。ローマに祝福してほしいですか、指揮官。任務の指示ですか？命令されるのはあまり好きではありませんね。任務が完了しました？職務に忠実なもの、これを指揮官の肩書きに付け加えてもいい頃合いですね。新しいお手紙ですか？遠方よりの好評ですかね。次はどこへ行くのかを検討する時間です。能なし、剣をされし者、蛮族。今の指揮官にはどれが一番似合うと思いますか？ローマのことを警戒しているのですか？うん、私も無防備で他人に慣れ親しむような方は好きではありませんので。敵地を滑るか、その民を従わせるか、指揮官はどっちがより満足を感じられるのでしょうか？別にどっちでもない欲張りなお人ですね。さっき店から品物を持ち出そうとした時、なぜ止めに入ってきたのです？お店のルールですか？ふん、そのルールを作り上げるのは力そのものだと思いますけど。世界を手中に収めようとも、共にする味方がいなければそれも寂しいでしょう。私が不幸に遭わないよう備えるとして、ロムルスの意向は指揮官、あなたにも継がせましょう。委託の物資が届きました。次の行動のためにちょうど必要だったのでよかったです。強い敵を倒すにはより強い武力のみ。ローマの意向の前に砕かれるがいい。もちろんです。ローマに立ちはだかるならローマの偉業の礎にしましょう。もっとレギオンをよこしてください、指揮官。戦から解放してあげましょう。私のレギオンは。
これより指揮官とローマは一味同心、永遠に離れることなく。指揮官の意志に背いた者はすなわち私への反逆とみなします。もっと他人に気を使ってって？指揮官の望みでしたら、そうですね、もっと他人に。やってみます。